はい、どうも皆さん、こんばんは、ガクチャンネルのガクです。ですね、今日はですね、実はね、これね、前買って、まあ動画も見ていただいた方いてると思うんですけど、らしいっていうところの、まあ DJI とコラボして、作った、まあポータブルハードディスクなんですけど、こちらね、ご紹介したの、まあ見ていただいた方いてると思うんですけど、これすっごい便利なんですよ。僕もずっと愛用してるんですけど、まあここにね、まあ蓋がついてて、これ外すと、まあいろんなね、こう、端子が、まああって、まあ基本的にはこのね、撮影した、この SD カードね、これを、まあ、この、マイクロ SD はそのまま読めないんで、この SD のアダプターにつけて、ここへ挿して、ね。で、パソコンがなくても、これだけで、この中に入ってるね、ハードディスクに、コピーをしてくれるっていうね、製品です。この中に、バッテリーも入ってて、何本のが入ってたんだったかな。これちょっとカバー外せば多分わかると思うんですけど。容量何本だったかな。容量がね、2550mAh ね、のバッテリーが入ってます。だから、もし急な場合は、ここから、まあ、例えば iPhone とかも、充電ができるっていうね、ものです。で、SD カードをここ入れて、まあ、当然ね、ここの中に、コピーをできるんですけど、これを iPhone とか、まあ、iPad とかにつないで、動画のこのね、例えば撮ったのをすぐにね、現地で確認ができると。だからこれがなければ、まあ、逆に、こう、なんですか、パソコンを持っていかないと、なかなかそういったことができなかったっていうのが、これ一台でもできるようになったっていうのが、とてもね、便利なところです。まあ、これ、だから愛用してるんですけどね。で、ただ、これの欠点が、すごい高い。何本だったかな。何せ、5、6万したんかな。まあ、何せ高いんですよ。ちょっと、今、パッと見ようと思ったんですけど、多分値段出てこないと思うんで。まあ、何せ、もう調べてください。一応概要欄の方にもね、載せとくんで、見てもらったらいいと思うんですよ。すごい高い。ね。で、他に、僕もいろいろ探したんですけど、代替製品がないんですよ。昔はね、なんかあったみたいなんですけど、この SD カードを、こうね、ハードディスクにコピーする、ね、っていう製品が、今はなかったんですよ。なかったと思うんですよ。僕もかなり探したんですけどね。で、本当にね、ごめんなさい。もう視聴者さんにも、これがね、いいですよっていうことで紹介したんですけど、実は、今回、ちょっといろいろ探してたで、たまたま見つけたような感じなんですけど、それがね、まあ今回、まあご紹介するものなんですけど、それがこちら。じゃん。ね、ラブパワー。ね、これ、僕、このメーカーの、ソーラーパネル、アウトドアとかで使う。あれは持ってるんですけど、他にもバッテリー、モバイルバッテリーとか、多分いろいろね、その PC 関係の小物、ガジェット系のものを作ってるメーカーさんなんですけど、そこの分で、こういうものを見つけてしまいました。これも同じようなものなんですけど、これもモバイルバッテリーが中に入ってます。これはね、6700mAh のモバイルバッテリー。もう仕様これ見てもらったらいいかな。これ映るかな、こういう感じになってます。ね。で、まあ、モバイルバッテリーが入ってて、まあ、サイドを見ると、こう SD カード入れれて。で、こうボタンがね、2つついてますよね。後でまた説明しますけど、こういうボタンがついてます。で、こう見ていくと、ここに、まあ、USB とか、ね。あと、LAN のケーブルさせるところもあります。で、真ん中が USB-C ですよね。で、こっち側が電源のボタン。こっち側は何もないです。ね。こういう風な、ものになってますけど、これ何をするものかって言ったら、さっき、この DJI コパイロットでやったことをこっちでもできます。ね。ただ、こいつの中にはハードディスクがありません。なので、こういう風に SD カードをここに入れてあげて、で、こういう風な、ポータブルハードディスク。まあ、これ後でまた実験をしようと思うんですけど、ちょっとこれ今、バラしちゃってるから。うん。で、これをね、ここの端子に、
この USB ついてますから、こういう風に入れて、ね、やると、これだけでコピーをできちゃいます。こいつに。で、モバイルバッテリーがこの中入ってるんで、当然電源は別にいりません。これとハードディスク、だけで、コピーができちゃう。ね。で、なおかつこのラブパワーの、この、まあ、遠隔っていうか、こいつ自体を、例えば iPhone とか iPad に接続っていうか、有線で接続することはできないんですけど、無線で、無線 LAN で、Wi-Fi で接続することができます。ね。で、それも後で、また実験を見てもらったらいいと思うんですけど、2.4GB と 5GB のね、まあ、ここボタンで、まあ、切り替えができるんですけど、まあ、その2種類の Wi-Fi を積んでて、で、それで接続をね、どちらかでして、まあ、専用のアプリで、こう、操作をするっていうことなんですけど、結局、中のね、SD カードの中のデータを再生ができます。まあ、見たりね、再生ができます。で、これもね、意外とちゃんと動きます。で、ちょっと問題なのは、多分ね、間違えてたらまた教えてください。2.4GB は、あれですね、外で野外使用は日本はできるんですけど、5GB は基本的に屋内しか使ったらダメなはずなので、だから出先とかで、例えば喫茶店とかお店の中入ったりして、使うときは、まあ、5GB でね、やってもらったらいいと思うんですけど、まあ、後でまた実験もしてみますけど、2.4 ではね、ちょっと、動画がまともに再生できないです。ただ、5GB の方になると、そこそこ綺麗に再生できます。このそこそこっていうのは、もう DJI コパイロットを有線で接続をして、再生するのとほぼ同じくらいの感じで見れます。ね。で、DJI コパイロットも、当然ね、SD カードそのままの状態からだと、多分 SD からの読み込みがボトルネックになってるのかもわからないんですけど、やっぱカクつく時があるんですよ。だけどまあハードディスクを落としてしまえばね、コピーした後にハードディスクから再生すると、まあほぼカクつきなく動いたりするんで、まあこれもハードディスクにやってから、まあちょっとあまりねまだ使い込めてないんであれなんですけど、移してからだったらまともにね、ちょっといけるかもわからないんですけど、まあちょっとね、僕も今、実験をね、これからやってみますんで、そこでちょっと見てみてください。ではね、まず、こいつの、まあ外観は見てもらったんで、今から実験する内容を言います。こちらの方にね、SD カードの方、この SD カードはサンディスクの、見えるかなこれ、サンディスクのウルトラ 128GB のものを使って実験をします。はい。で、どういう風なデータを入れたかというと、この前ね、パソコンの検証にも使ったデータ、動画のね、プレミアとかのデータ、まあ撮影データの方ね、使おうと思います。10分くらいにね、したデータ、まあこれはでも元データも入ってるからね、全部で10ギガくらいあります。10.9GB のデータ、ね、フォルダー丸々ね、入れてます。それを、この、SD の中に入れてます。で、これで、まあ、どのくらいね、まずコピーに時間がかかるかということで、実験をしてみようと思います。ね、まずコパイロットの方はもうハードディスクこの中に積んでるんで、入れて、ね、コピーボタン押すだけ、ね、ということで、で、こちらの方は入れて、で、このつなぐハードディスクの方の仕様なんですけど、このハードディスクっていうか中はね、SSD なんですよ。ね、SSD。ね、サンディスクの、ウルトラ、よいしょ。仕様はこんな感じです。ね。はい、仕様はこんな感じです。ね。一応、まあ、SATA の 6G、まあ、これで接続してて、結局、こっちの USB の 3.0 かな。これセンチュリーのやつですね。センチュリーの、分になりますけど、そのケースに入れて、
まあ、あの、接続ということで、これでね、テストをしようと思います。これ、つないでね、このね、ラッパーをつないでやります。じゃあ、とりあえず、まずこいつから行きましょうか。こいつからね、ちょっと今から準備をしようと思います。ちょっとお待ちください。ではでは。はい、じゃあね、今からこいつの、コピーをね、とりあえずやってみます。では、もう、これは入れて、で、ここの電源ボタンというかね、押してあげると、こういう風な表示が出てきて、これ前やったんでね、もう見てもらった方十分いてると思うんで、で、これでもう一回押すとね、コピーと聞いてくるので、さらにもう一回、押すとコピーが開始します。じゃあね、とりあえず、テストをしようと思うんですけど、iPhone で、じゃあ、とりあえず測っときましょうか。ね、こういう風に置いて、測ろうと思います。ちょっと光ってるな。このくらい絵だったら見えますか？ね。はい。じゃあ、行こうと思います。行きます。はい。じゃあ、このままちょっと置いとこうと思います。はい、どうも皆さんお待たせしました。今ね、とりあえずコピーが、終わった状態なんですけど、まあ、ジャストじゃないですけど、もうほぼね、すぐ止めた状態で、だいたい8分、9秒、まあ8分くらいで、コピーができてます。ね。ただ、こちらの場合は、あれですね、整合性の検証オプションをオンにしてしまってたんで、こっちはね、そんな機能多分ないと思うんで、ちょっとね、正確な比較じゃなくなってしまったんですけど、ちょっとごめんなさい。そういうことですね。今終わりました。8分くらいね。ということで、一応ね、こちらの方は終わりで、次は、これね、こいつをやってみましょう。これもこういう風に刺して、で、ここへこう置いとこうかな。ね。こんな感じでいいです。ね。で、こいつの場合は、ここに入れて、いいよ。で、電源を入れます。で、長押しで電源が入って、こんな感じで。で、SD カードが、多分つくと思うんですよ。あ、つきましたね。これ今 Wi-Fi つなぎに行ってるんで、多分自宅の Wi-Fi とかにちょっと接続しに行ってるんですけど、これも説明しておきましょうか、一応ね。で、接続が終わったらこういう風に、点灯します。で、こっちのやつがね、確かね、インターネットに接続してる場合につくんかな。なんだったかな。ちょっと後でまた調べときますけど。はい。まあ、とりあえず、ここまでついたら OK ね。で、こいつ、ね。これ今、点灯してますよね。で、この状態で SD カード入れて、この SD、USB ボタンを長押しすると、これが点滅になります。押しますね。長押し、あ、今、ピカ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 ってなってるでしょ。で、この状態になると、ほら、アクセスランプ。こっちもピカピカしてるでしょ。だからこれで今コピー、あーって、ちょっと待って。今、どのくらいかな ?10秒くらい?だからちょっとそのくらい、誤差ありますけど、今これでもう、バックアップが始まってます。コピーがね。はい。じゃあこれでちょっとタイム見ていきましょう。ではでは、ちょっとお待ちください。はい、どうも皆さんお待たせしました。一応この SD のところが点滅がこうね、点灯に変わったらまあ終わりということなんですけど、だいたいまあ10分7秒ということでね、まあジャストくらい、まあちょっと過ぎたくらいで押したんですけど、まあ最初にタイムラグがまあ10秒、15秒くらいあったのかな。まあとりあえず長くても10分30秒くらいだと思いますね。で、とりあえず、まあ、検証してた感じでいくと、こっちの分は、DJI コパイロットの方は、整合性を
ね、コピーしたデータね、との整合性をチェックして、の時間だったんで、それから比べると、かなりやっぱり、こちらの方が遅い、とは思います。ただ、これで十分ね、コピーが、できてるということなんで、で、こっからまた、データの確認ね、今からちょっとしていこうと思うんですけど、まあ、iPad で結局この中身のデータっていうのは見れるので、まあ、その場でね、ちゃんと確認を、ある程度すれば、まあ、それ、整合性の検証っていうのもなくても、まあ、とりあえずは問題ないのかな、ということで。まあ、こいつもね、その検証のオプションがどのくらい効いてるのか、まあ、実際はちょっとよくわからないっていうかね、一応、僕も心配だから一応オプションオンにしてるんですけどね。まあ、そういうことです。だからやっぱりこの、USB の、これね、でもね、多分 3.0 だと思うんですよ。これ説明書なんですけどね。多分 3.0 だと思うんですよ。まあ、これがね、この USB ポートが 3.1 とかだったらいいね。まあ、書いてんのかな、それ。それだったらありがたいんですけどね。仕様がどの、いっそのことね、どっか書いてないのかな。あ、この辺りかな。特に書いてないですね。書いてないですよね。書いてなさそうですね。だから多分 3.0 だと思うんですよね。ここにもパッケージにも特に書いてないですよね。はい。ということで、まあ、とりあえず、まあ、こっち SSD だし、そんなに遅くない転送速度ではいってると思うんですけど、もしかしたらボトルネックが、なんか、外れかけてる。ここかもしれないですね。はい。ということです。では、とりあえずこれでね、データの方をちょっと今からね、見ていこうと思います。まずね。そしたら、さっきこの DJ コパイロットの方行きますか。ね。これここに SD カードを挿して、で、はい。じゃあ、ちょっと、これでライトニング挿して、ちょっと待ってくださいね。おっと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 。こいつのやつはちょっとデータがいろいろ入っちゃってるので、ちょっと待ってくださいね。今 iPad で接続しに行ってます。あれ？あ、電源。これで繋がるかな？こいつはここにモニターがあるからね、これもね、どのくらいこうコピーが進捗進んでるのかも、わかるんでね、それがいいですよね。で、今これ立ち上がったんですけど、ちょっと見にくいかもわかんないんですけどね、SD カードの中を見に行ってます。この検証テストデータっていうのがあれなんですけど、例えば、このカット01MP4、まあ前の動画の編集した後の動画データ、これ SD からの再生でこのくらいの感じで、再生をしてます。YouTube にアップしてる分ですね。はい、どうも。今はね、懲りずに、また平城宮殿の方に来て。で、これ今、MP4 のデータを再生しました。ね。で、これもね、DJI、Osmo Action からの元データ、これかな？あ、これだけど、一番最初のところはどれかな？これかな？これ再生してみましょうか。はい、どうも。今はね、懲りずに、また平城宮殿の方に来て、で、オズモアクションのね、はい。今ね、これちゃんと再生してますけど、さっきちょっとね、SD からの再生だったらちょっと飛んでたんですよ。今は綺麗に。途切れないですね、特にね。今これ SD から行ってるんでね、さっきやったら途切れたんですよ。ちょっと、ごめんなさい。
おかしいな。うん、まあまあ、とりあえず途切れることもあるとは思っといてください。今はちゃんと行きましたけどね。で、これがハードディスクの中にコピーしたデータです。ね。さっきのデータだと、これね。まあ、さっき途切れなかったから、もうこれも一緒なんですよ。こっちの方が途切れにくいと思います。ね。さっきもあんまりカクついてなかったから、説得力がないな。はい。まあ、とりあえずこんな感じで、見れるということですね。この、DJI コパイロットね。で、片や、この、ラブパワーの方ね。これは、また専用のね、アプリがあります。で、これを立ち上げると、まあ、今、この、ワイヤレスでね、接続をしてます。ちょっと待ってくださいね。Wi-Fi のやつはちょっとお見せできないので、とりあえずね、この、こっちね、2.4GB 帯の方でちょっと接続をしてみます。はい。で、この状態でファイル管理をやって、SD? バックアップじゃないけれども、どこかな。SD カードのやつは、あ、これか。これを、これね、まだちょっと ごめんなさい。間違えてました。SD カードこっち挿したままだ。だから、間違えて、このハードディスクを、接続を解除しちゃいましたね。ここね。まあ、とりあえず、こいつ入れて、よ。まあ、ね、んで、ん?あ、出ましたね。これが SD カードのデータです。これで、さっき見てもらったのが、プレミアで編集後のやつがこれですね。これも今 2.4GB 帯での接続、途切れましたね。 2.4 だとね、途切れるんですよ。うん、これも途切れましたね。で、まあ、とりあえず途切れるということ分かったと思うんで、まあ、もう違うやつはもう再生しませんね。で、ちょっと 5GB 帯に切り替えます。はい。5GB の Wi-Fi に切り替えたんですけど、これでちょっと、見てみると、さっきと同じデータですね。も、あ、うん。あ、ちょっとこれはあれですね。今、再生するの。これでいいと思います。うん。ちょっと一番最初から行きましょう。前回再生したデータ覚えてるんですね。あ、これはもういいですね。こっから。これだとね、そんなに途切れないんですよ。どうですかね。もうちょっと再生しますね。特にね、時々途切れる時があるかなくらいなんですよ。いけてるでしょ。これも SD カードのデータですよ。ね、直読みなんで。まあ言ってみたら撮影したデータをそのまま確認するのにも、まあ使えますよね。こんだけ動いてるんでね。問題ないでしょ、ね、で、一応さっきと同じで行くんだったら、オズモアクションの元データね、の再生。これじゃないですね。ちょっと待ってくださいね。はい、どうもお待たせをいたしました。さっ
きのデータどれだったかな、これか、これだね。ああ、これも、これも前再生したやつ、ここからです。はい、どうも。これがオズモアクションの元データ。だからまあ現場でのね、映像のこの写りの確認は正直あのコパイロット買わなくて、まあそこまでお金出せないよっていう人はこのラブパワーで十分かもしれないですね。まあもちろんね、あのいろんな機能はないところもありますけど問題ないでしょ。はい、ちょっと止めます。よいしょ。ね、はい、ちょっとこれ一回終わります。ちょっとあのまたカメラ変えます、アングル変えますんで、ちょっとお待ちください。ではでは。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。一応ね、映像の、感じ、まあコピーしたあの時間とかね、まあ見ていただいたんですけど、使えるでしょこれね。あのすごくいいと思うんですよこいつね。で、あの実はそれ以外にもね。あの機能があって、まあ、さっき見てもらった時にこの LAN の、刺すところがありましたね、コネクタね。でこれ実はね、アクセスポイントにもなりますね。で5ギガ帯の、何ですか、無線を使えるのでかなり高速に、インターネットで接続することができます。だから、旅行先とかで例えばホテルとかで、ホテルの Wi-Fi が遅いとか、まあ有線がねあれば有線であってね、直に、要するに、ホテルの、アクセスポイントまで遠い場合とかね、あるでしょ。だから、室内に LAN が来てる場合とかだったら、ここに LAN 挿してしまえば、それでね、こと、高速にある程度、接続ができるかもしれないし、何かの時にね、使えると思うんですよ。だから、なんか機能がね、すごい盛りだくさん。だから、カードリーダーにもなるし、まあ、ハードディスクはね、こうやって別に持っていく必要があるというの、まあ、にしても、まあ、コピーができるし、モバイルバッテリーにも、なるし。で、あとなんか機能ついてたかな？ああ、そうそう。一応ね、このメディアプレイ、再生機能があるんですよ。ただ、DLNA って、書いてるんですけど、ね、ここね。だけど、この、Google の、Chromecast を介してじゃないと再生ができないみたい。なんか、僕も、なんかやり方あるのかもしれないけど、ちょっとうまくいかなかったので、まあ、もしかしたら使えるかもわからないんですけどね。そういうふうな機能もあります。あ、これ Wi-Fi ルーターとしての機能ね。こういう機能もあるって。まあ、なんか、すっごい盛りだくさん。だから、旅行とかに、持っていくのは、これ1台でいいんじゃないかな。だからこれとハードディスクのセットで。ね。だから、これが、安いんですよ。8000くらい、で買えます。ね。だから、かたやこっちはもう、もう何倍だっていうね、話なんで、なんていうか、もしね、欲しかったけど値段が高すぎるっていう方は、こんなん別にね、ハードディスクなんか今手持ちの分でなんかある分ね、使ってもらったらいいと思うんで、これ買えばいけますね。これ一応概要欄の方にまたURL、Amazon ね、URL 入れとくんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。なかなか本当に使えるなと思ってね。まあ、僕なんでこれ持ってんのにこれ買ったんだっていうのは、まあ、やっぱりちょっと試したかったという、興味本位で、あと、まあ、YouTube のね、ネタとして、というのと、あとはやっぱりこれ欲しかったけど本当に買えない人に、代わりのね、アイテムが出たっていうことは大きいなと思ってね、みんなにお知らせしたいなと思って、買ったんです。で、もうこれ買っちゃった人はね、本当にごめんなさい。まあ、僕も全然今まで知らなかったんでね、こういうのあるのをね。っていうか、出たばっかりだと思うんですけど、これもね。まあ、これはこれでね、だからバックアップしてるパーセンテージとか、まあ、これだけ単体でね、こう見れるし、まあ、いいところもすごくあるんでね。まあ、そうですね。まあ、コピー早いし、ね。はい。ということで、今日はね、こちら、ラブパワーの製品名何かな、これ。ファイルハブかな。フ
ファイルハブ、トラベルルーター、ウィズ、なんて読むかな。まあ、なんかようわからない。まあ、そういうふうな製品名。とりあえず、まあ、知りたい人は概要欄、ね、お願いします。はい。ということで。はい。あ、ごめんなさい。入ってるものはね、箱はこれで、あと、充電がね、この USB-C で充電するんで、その USB-C のケーブルだけが入ってました。まあ、シンプルですね。だから、これと USB-C のケーブルしか入ってない。ね、ということで。はい。ということで、今日は、こちらの、ラッパーのね、製品のご紹介でした。はい。そしたら、ありがとうございます。またね、いろんなネタやっていきますね。よろしくお願いします。さよなら。バイバイ。